FMTV はアメリカ合衆国で M352.5 トントラックと M9395 トントラックの後継として開発された軍用の積載量2.5トン及び5トントラックシリーズの名称である。FMTV はアメリカ軍で使用されていた M352.5 トントラックと M9395 トントラックの2系統の車種を 統一した車種で更新するプログラムにおいて採用されたスチュワートスティーブンソン車の開発によるトラックシリーズである。元々はオーストリアのシュタイア・ダイムラープフ社によって開発されたシュタイア 12M18 型軍用トラックをアメリカで発展させたものである。44輪駆動の2.5トントラック型と66輪駆動の5トントラック型が共通のシャーシから開発され、 基本系のカーゴトラック型をはじめとして、ダンプトラック型や、ショップバン型、トラクター型など、様々な派生型が開発されている。特徴の一つとして、M35 や M939 のような、それまでのアメリカ軍のトラックで、一般的であった、ボンネットトラック型ではなく、キャブオーバー型トラックであることが挙げられる。また、m 三十九 a にビッグフットシリーズと、 同様に空気圧自動調整システムを標準装備している。シリーズ全体としての故障として、イ MTV と呼ばれる一方、4四輪駆動の2.5トントラックタイプの車両を、指して、LMTV、6六輪駆動の5トントラックタイプの車両を指して、MTV とも故障される。FMTV シリーズは、1996年から、 スチュワートスティーブンソン社によって生産が開始され、アメリカ軍への配備が始まった。1999年には、カイ MTVA-1 と呼ばれる改良型が開発された。この改良は、アメリカが修国環境保護庁に認可されたエンジンへの換装変速機の改良、アンチロックブレーキシステムの搭載などが含まれている。2006年になると、 スチュワートスティーブンソン社の軍用車両部門がアーマーホールディングス社に吸収され、FMTV の生産もアーマーホールディングス社に移管された。2007年にはアーマーホールディングス社は、ベイシステムズの参加であるベイシステムズランドアーマメンツの一部となった。その後、2011年以降には、押し越し車で生産されるようになった。また、 2003年のイラク戦争の戦訓から走行化されたキャブが開発されている。2004年に実用化された通常型のキャブの上に追加装甲板をボルト止めするタイプのものはラックと呼ばれる。2005年に開発された走行キャブ自体を通常型と交換するタイプのものはエルサックと呼ばれ、1日以内の作業で交換可能となっている。2008年には ルタスと呼ばれる新型の走行、キャブが開発され、順次更新が行われている。また、FMTV のシャーシを利用した派生車両として、M142 ヒーマース自走多連装ロケット砲、K マン走行車などが開発されている。ありがとうございます。